チャナッカレ1915橋、あるいはチャナッカレ海峡大橋は、トルコ北西部チャナッカレ県で建設中の吊り橋である。ゲリボルト、ラープ席の町のすぐ南に位置し、マルマラ海から約1 0トル南のダーダネルス海峡に架かる。この橋は、28億ベイドルをかけて建設される、全長3 2 1トルのクナルバールケスイル、高速道路の中心となる構造物で、 東トラキアの高速道路 O-3 号線、O-6 号線と、アナトリア半島の高速道路 O-5 号線を結ぶことになる。主景観の主管は2023メートルあり、日本の明石海峡大橋を32メートル抜いて、世界で最も主景観の長い吊り橋となる見込みである。橋の全長は3563メートルと計画されており、 アプローチの高架橋も含めると4608メートルに達し、オスマンガーズイ橋を527メートル上回って、トルコ国内では最長となる予定である。日本の首都の高さは318メートルあり、ヤウズスルタンセリム橋に次いで、トルコ国内では2番目に高く、また橋に限らない人口の構造物としては、トルコ国内で3番目に高い構造物である。また世界では、 中華人民共和国の疎通長江航路大橋を上回って4番目の高さの主塔である。デッキは72.8メートルの高さにあり、幅は45.06メートル、最大の厚さは3.5メートルある。合計6車線を備え、さらに両側に保守作業用の徒歩通路を備える。この橋に関連する数値には象徴的な意味が与えられている。名前についている。 1915と、非公式の日3月18日は、第一次世界大戦中のガリポリの戦いにおいて、トルコ海軍が連合国海軍に勝利を収めた1915年3月18日を記念するものである。また、主景艦の長さ2023メートルは、2023年にトルコ共和国が100周年を迎えることを意味している。ありがとうございます。